今日は9月5日、ゆりちゃんの誕生日です。22、今朝です。朝じゃないです、もう12時です。前髪、うん、ふーちゃんともんちゃんです。今日はですね、誕生日なんです。誰の？じゅーちゃんの。そうですよ、まだ行き先を教えてもらってません。そうなんですよ。どこに行くと思いますか？どこやろ。でもなんか在来線って言ってたから、どこやろ、全然想像つかんけど、お台場とか。あーね、違うみたいですね。違いますね。ヒント、もうこれを言ったら分かってしまいますよ。じゃあもう答えを言ってください。思い出の場所、横浜。ピンポーン、やばー。え、横浜行くん今から。そう、やったー。横浜は初めて一緒にね、出かけたところ。そう、ちゃんとね。横浜やろ、こんなんもう小籠包食べたいに決まってるやん。餃子が大好きなんですけど、昨日の夜、純が夜食で餃子を一人で食べてて、もうそれを見てもってなってた、もう食べたいって。ということで今日は横浜に行きます。最高です。ではバイ、準備します。はい、準備終わりました。終わりました。それでは横浜にレッツゴー。横浜着きましたね。着きました。シェイクシャック、ご飯はこちら。食べましょうね。はい、もうおやつですけど、久々のシェイクシャック。美味しそう。うまい、最高。ジャバで釣りつけた。今だったらガッツリ行くな。おいしい。うん、うまっ。はい、はい、今はお昼食べて、うん、少しショッピングして。そう、もう4時ぐらい。スタバを買ってホテルにチェックインします。今日泊まるホテルはここ。やばい、ここ。こんなホテル泊まったことないね。ここなんだ、泊まるの。やばい、ありがとうやけど。え、ホテル到着。緊張する。はい、今日泊まるのはこちらの部屋です。はい、やばー、すごい、めっちゃいいホテル。どう？やばい、なんかもうびっくりしすぎて。やばい、ほんと？え、ありがとう。今は見て、何？今はシングルだったな。そう、でも今日はダブル。ダブル、そう、こだわりっち。ということでホテル着きましたね。え、一回ちょっとまあ見たんですけど、レンツアーをしていきましょう。まずここは玄関です。ここはバースルーム。全身鏡。ここすごいですよね。このタブレットでカーテンのアセスメができます。おお、すごい景色、景色。なんかでも今日曇りだからさ、え、でもめっちゃよくない？ちょっともやってるね。え、でも晴れてる。今日さ、曇りのち雨の予報やったけどさ、うん、めっちゃ晴れた。ね。じゃあ恒例抜きますか。せーの。で。ドン。ジェリちゃん、何飲んでるの？抹茶風の、うん、アーモンド変更のわらび餅追加。美味しそう。でもストローが細くてクレームつけないで。はい、ホテルどうでした？やばいですね、もうめっちゃ景色いい、ここ本当に。そう、その今日雲がなんか幻想的やし、うん、めっちゃずっと見てれる。シェイクシャックも美味しかったし、うん、横浜楽しみました。まあシェイクシャックしか行ってないんですけど。まあね、今日の夜ご飯はここで食べます。何を食べますか？それはマジで分かりません。お、知らないんです。肉と何かにしたんですけど忘れました。ありがとうございます。はい、あと2時間後ぐらいにあのご飯が届きます。あ、ここに？はい。え、ここに？はい。え、すごい、ここで食べるの？そうなんです。ここで、ここで食べるの？夜景を見ながら。すごい、初めてお部屋で食べるの。箱根の時も部屋食じゃなかったし、どっちみち。そう、ルームサービスですね。ルームサービスなんですか？はい、ルームサービスです。頼んでます。
染めたの。可愛いね、インナーから。イヤリングから。ね、耳にかけるとめっちゃ可愛いんですよ。今日は全体的に髪の毛ウェーブを作って、ここをこうやって外巻きにした方が、あのここのブリーチしてる部分がしっかりと見えて、こうなってくれるのでとてもいいなというふうに思っています。うん、なんか見つけました？うん、ドンキ。どこにあるの？ほら。あった。あ、あったやろ。うん。今見ている景色はね、こんな感じの景色を見ています。ちなみにドンキはね、ここら辺にある。これですね。これこれこれ。真ん中のやつ。夜になったんだけど、超綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。準備がついて。綺麗やね。めっちゃ綺麗。あ、めっちゃ雷が鳴ってる奥で。そうだね。天気急に悪くなったもんね。今から食事を取りたいと思います。はーい、ルームサービス届きました。夜ご飯食べましょう。食べましょう。シャンパンです。シャンパンですか。ジュンが頼んでくれてました。そうです、シャンパン頼みました。ボトルで頼みました。ありがとう。イエーイ、いただきます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。注がせていただいて、はい、誕生日おめでとう、22歳。乾杯。いただきます。美味しかったね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさま。シャンパンね、ほら、結構飲んだよね。ね。ここになっちゃった。もじりちゃんもほろ酔いだね。ね、もうほろ酔いですね。もうダメですね、最近はね。ちょっともう酔っちゃってすぐ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zuri. Happy birthday to you. ありがとう。22歳おめでとう。ありがとう。ということで、ジュリちゃんに誕生日ケーキでーす。いただきました。大好きなショートケーキ。あ、ほんと？うん。ほんで、それのお供にシャンパン。そう、シャンパン。ジュリちゃん、次ぎすぎなんですけどケーキ食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、甘くておいしい。銀のつぶつぶおいしい。そこじゃあ22歳の抱負は、なんか周りの人を幸せにできるようになりたい、うん、だからそういう人になります。うん、応援してます。家族もそうだし、ジュンもそうだし、うん、なんか今一緒に働いてる人もそうだし、うん、友達もそうだし、うん、これから働く人も、うん、いいことね。そんな大きな夢を語ります。性格の良さがにじみ出てますね。ペアリング。ジュリちゃんプレゼントだよ。開けて。開けて。めっちゃ可愛い。じゃーん。ありがとう。うん、え、色合いがすごく好き。そう、なんか色合いが一番ジュリっぽいかなと思って、オータムのやつが。ジュリちゃん。本当のプレゼント。待って待って待って。じゃないよ。しかもあげて。何やったっけ名前。上がった。上がった。プライベートで撮りた。待って。これじゃないよプレゼント。これじゃない。こっち。これもプレゼントやで。これサブプレやで。やばいよ。お手紙。見て。見て見て。ここがな。ほら、すごい。かわいい。何？何買ってくれたの？これのな、ショーエピソードを話すと、この間表参道を一緒になんかランチした時にこのお店があって、ジュンがなんかあげてとか言って横でつぶやいたから、あげて、あ、あのお店あげてって言うんやっていう話をしたんよ。で、違うよって言われて、なんて言うんだっけ、アガット。アガット、すごいなんか可愛いお店やってるな。うん、そう、アクセサリーが可愛いの。これちょっとお店の人がおまけしてくれた。え、すごい、おまけブレスレ、すごい、ルルドの奇跡やって。聖母マリアが宿ってるって言われてる、なんか
フランスの多分湖かなんかで、あ、でもそうそう、なんかそれ系、 そこの湖に入るとなんか病が治るみたいな。うーん、よかったね。じゃあこのブレスレットつければもう病気になんない。ありがとう。元からなんないけどね。ジュンの方がつけといた方がいい。何ですかこれは。何、こちらいただいたもの開けたいと思います。はい、開けてください。何ですかね、何だろう、何何と思う。分かんない。ネックレスです。こちら嬉しい。かわいい、めっちゃかわいい。本当？自分もかわいいなって思ったんだよね、それ見たとき。うん、ありがとう。いえいえ、ないです、取らないで。泣いてましたよね、今。嬉しい。本当、うん、泣かないで、プレゼントたち。そう、めっちゃ嬉しい。もうよかった。ほら、手紙も2つもらった。大事にします。うん、してくださいね。大事にするね。うん、よろしく頼むよ。そんな誕生日サプライズでした。めっちゃ嬉しい、ありがとう。よかった。世界で一番嬉しい。ほんま、世界で一番、今までで一番嬉しい。嬉しい、おめでとう。ありがとう。おやすみ。おやすみ。おはよう。おはよう。ごめんごめん、大丈夫？ごめん。当てる、ジュリー。大丈夫？うん、雨降らんかったらいいな。降らんよ。おはようございます。おはようございます。朝です。ぐっすり寝れた。うん、なんか起きた時お部屋真っ白やったからすごい目覚めよかった。うん、朝はお水が優勝ですね。では準備をしていきたいと思います。ちなみに朝こんな感じ。今日も雲が多いですね。準備しています。短いからさ、早くこうバッて立つのか。そう、うん、じゃあ前髪からやっていきたいと思います。本当？今日は中華街に行きたいと思います。もうさ、それの方がいい感じ。中華街行く？うん、食べよう。いかがでしょうか。ありがとうございます。できました。泣いてくれました。準備完了しました。完了しました。眩しい。今日も横浜楽しみましょうかね。うん、うん、中華街行きましょう。ね、小籠包を食べにこぼさないように。餃子とか売ってないから。売ってそう、食べたい。じゃあ2日目行ってまいります。ゲストグラム。2日目もめっちゃ晴れていて、ね、良いですね。少し暑いですね。少し暑い、ね、中華街着きました。早く食べよう、うん、何食べる？小籠包。チキンも食べたい、ね、今日食べたいものは小籠包、うん、あとはチキン。いいね。団子。団子だ。団子は食べたい。全部美味しそうな。小籠包食べましょう。次何食べますか？チキン食べます。チキン、でかい。熱い。ハクハク。次焼き餃子。餃子大好き。いただきます。うん、暑いのでカフェに避難しました。めっちゃおしゃれなカフェ。パンケーキ食べたい。ということで今回の旅行終わりました。どうでしたか？すごいよかった。ありがとう。嬉しかったよ。じゃあ帰ります。バイバイ。